モネリンは甘みを持つ、タンパク質の一種。1969年に、西アフリカ原産のツズラフジカのツル植物である、ディオスコレオフィルムボルケンシーの果実から発見された。当初は、糖の一種と考えられていたが、1972年に、米国フィラデルフィアのモネル研究所で単理され、タンパク質と同定された。モネリンの名は、この研究所にちなむ。 モネリンの分子量は10.7桁である。非共有結合である日本ポリペプチドサ、44のアミノ酸残器である、A サと50のアミノ酸残器である、B サよりなる。A サ、0KG キールイビアストクルフルアダイコジクトレ、GRKLLRFNGPVPP、p B サ、グイリジュップフテキーヌルグクフェーブデイエンキグキグ、ルルトフンバップクムクチーン。 モネリンは二次構造として逆平行ベータシート構造を構成する5本のベータストランドと17のアミノ酸残機よりなるアルファヘリックスを持つ。未編成の状態ではモネリンは前述の日本差よりなるがこの日本差構造は高温や極端な pH 条件に対して不安定である。安定性を高めるため日本鎖を グリシンマイナスフェニルアラニンのジテプチドで結合した一本差、モネリンも作成されている。このタンパク質は NMR や X 線解説による分析が行われている。冒頭のリボンモデルは1.15の解像度で得られた X 線解説像をもとに作成されたものである。二次構造に加え、モネリン分子の表面には安定的に結合した4つの硫酸イオンが 存在している。うち三つはオーブに、残りの一つは、タンパク質分子の凸部に結合している。この凸部にある一つは、負に帯電した甘味受容体、THR2、THR3 と静電気的な相互作用をすると、されている。モネリン分子の性の帯電部分金棒に一致しているため、特に注目されている。モネリンは人及び一部のオナガザル科の霊長類に、 対しては甘みを感じさせるが、その他の哺乳類には好まれない。砂糖の主成分であるスクロースに比べ800倍から2000倍の甘さを持ち、重量ベースでは5%の初島溶液の800倍、7%初島溶液の1500倍から2000倍の甘みを持つとの報告がある。甘みの発現は遅く、長時間にわたり後味が生じる。モネリンの甘さは、 ミラクリンと同様に pH に依存し、pH が2未満もしくは9以上の場合は無味である。モネリンと、その他の強い甘味料を併用することにより、後味を軽減させ、甘みの相乗効果を得ることができる。低 pH 条件下で、摂氏50度以上に加熱すると、モネリンは変性し甘みを喪失する。モネリンは、浸水性。 水溶性のタンパク質であるため、一部の食品や飲み物の甘味料としては有用である。しかし高温で編成するため、加工食品への用途は限られる。糖尿病などにより、糖分の摂取を制限されている患者向けの卓上用の甘味料としては、有用である、可能性がある。D 防寒債は、栽培が難しいため、モネリンを果実から抽出すると効果になってしまう。 したがって、代替として、化学合成や微生物を用いた製造法が、研究されている。例えば酵母の一種である、カンディダ・ユータライズでは、モネリンの発現に成功しており、また型双法を用いた合成も行われている。酵母によって産生された合成モネリンは、砂糖の0.6%溶液に比べ4000倍、甘いことが判明している。 モネリン普及の障壁となっているものは主に法律上の制限であり EU やアメリカでは認可されていない。強い甘みを持つタンパク質としてモネリンの他総マチン、ペンタジンマビンリンブラゼインが発見されている。ありがとうございます。